でましてやキャッチャーの人がよくいいところ活躍すると一気にそれでリードもされるっていう状況がやっぱり見,見えてくるというか僕が短期決戦で考えてたのって 1>,、うん、1年間やず,、まあ、ずっと対戦してるわけじゃないですか、うん、でその対戦をもとにこれ前言ったかもしれないんですけど 1>,、うん、こう1年間を考えてやるって僕前言ったと思うんですよ、うんはい、リード。 それをどうかかすすなんですよこの3試合を。うん、でやっぱり、えー、打たれた打たれてないっていう、うんまあ、そういうデータがもうで出るわけですよね1年間の。うんうん、でそれを打たれたところの近くを攻めるのか、うん、それとも打たれてない本当のところただ単にそこを攻めていくのか,、うん、だかそういうところの使い分けっていうのも、うん、これね大事になってくるんですよ。うん、これま 言ったら最初の1ページ目に戻るとかいうことじゃなくて、はい、えまた最後の最後に攻めて構ってたらこっち使うとかっていう可能性もあるんですかそれは対戦相手というかバッターに全員違う。はい、うバッで例えばシューイチはもう全部それを1年間の対戦データを全部頭の中に入れておかなきゃいけないんですよ。 で一回まっさらにしてその中から導き出してだから覚え,れ覚えれてないキャッチャーっていうのはちょっと手詰まりになるでしょうね。うーん まあ厳しいですからね、日韓スポーツの批評なんか見て、もう <laughs> なぜあの配球したんだっていう、考えられないっていう、ジャイアンツの大城あたりには厳,、ね、厳しいですからねあい。あれはやっぱ勝負かかってた時期だったんで、<laughs> ちょっときつめにね、<laughs> もうね、成長を促すためにあえてみたいな、はい、厳しい当たり重くっていう。<laughs> <laughs> やっぱりキャッチャーのこの、言ったら指1本、2本で、そのシリーズ決まっちゃう、はい。変わります、本当に変わると思います。これ2勝だもんね、はい